横田さん。はい、皆さんこんにちは、横田慎一です。今回のゲストも草壁光隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、12番ホール、距離は、はい、そうですね、171で171で入れて、はい、入れないと、入れないと、はい、はい、で、はい、まあ、今日は草壁さんにちょっとアイアンのことを聞きたいんですけど、はい、まずちょっと打っていただいてから、はい、そうですね、はい、お話し、後ろも来てるし、はい、はい、打ち下ろし入れないで185です。185、はい、7いくつっつったっけ、171フォローだよね。はい、草壁さんは7番アイアンですかね。はい、うん、僕も7を持ってます。フォロー手前でいいかな。うん、うん、風が左から、よい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 、ありがとうございます。手前でいいかなっていう、ちょっと宣言通りの、はい、手前でいいかなじゃなくてね、ピンまで行かないクラブなのよ。ああ、でも無理やりね、やっぱそうやってちゃんと諦めるっていう、そこにすごく尊敬を感じました。おお、横田もいいよ。いい球打った。左からの風を計算して、見えない、いいと思うけど、ナイスです。どこだったんだ。ああ、ちょっと左手前ですね。ちょっと距離取れなかったです。あ、本当、いいショット、一生懸命頑張ったんだけどな、はい、うん、いい球でしたね。で、ちょっとアイアンを、はい、はい、歩きながら、じゃあ草壁さん、僕ですね、はい、ちょっと昔のアイアン使ってると、もう話を聞きたくて聞きたくてしょうがないんですよ。はい、はい、はい、X-Forged CB と2017年モデルのエーペックスとのコンボですよね。そうですね。7番アイアンから6番アイアンのところがこう変わり目と。はい、はい、そうです。これまたもう2021年モデルまで出てますけど、なぜまた2017年モデルになるんでしょうか。まあ打った時の打感がこっちの方が弾いてる感じがあって、やっぱ私球低いんで上がりやすいっていうのはありますよね。で、あと全部こっちの CB に変えようかなって思ったんだけど、うんうんうん、5番アイアンと 4U の間がちょっと空きすぎちゃうんで、それでじゃあ5、6はこっちにして、で、まあショートホールとかってシニアだと、ね、200ヤード以内のが多いから、そうするとやっぱり楽に上がった方がいいっていうので、まあ5、6は前のモデル、前は全部このまま使ったんですよ。あ、なるほど。ピッチングまで。これ契約時代の。いや、違います違います。あ、後で、はい、後で買いました自分で。あ、へえ。それはもうそのモデルが現行の時期から使ってらっしゃる。現行の時期からですね。なるほど、はい、じゃあ新品買ったんですか。新品買いました、はい、ね、やっぱそこはこの、ね、そのエクスポジト CB とこのエイペックスだとこうわずかかなと思うんですけど、そのやっぱわずかな差が大きかった。そうですね、やっぱり、うん、多分横田君なんかだと、うん、ちょっと弾いちゃって嫌いだと思うんですよ。いや、これ乗ってないから。使ってました、使ってました。本当に激飛び組んで、これの面白くて面白くて、後継のモデル、2019年モデルを使ってましたね、横田。あ、使ってたんだ。もうあまりに飛ぶんで楽しくなっちゃって、うんうんうん、はい、いやでもこの後の方がやっぱ飛ぶ、もっと弾く感じがあって、でそれはちょっと球私の場合強くなりすぎちゃうんで、はい、うん、あのこっちの古い方を使って、あ、でこの CB も TCB とかいろいろ試したんだけど、はいはい、私のパワーじゃ無理だなってことが分かって TCB の方がちょっとちっちゃいんですよね。で、顔はいいんだよね、そっちの方が。すっごい顔がいいんだけど、やっぱりその理想と現実っていう問題で、はい、あの現実を取りました。あ、なるほど、はい、だそれ、そっからさんと話してた内容ですね、はい、そうなんですよ。好みのクラブと使えるクラブは違うと。もうまさにそれです、さすがです。いやいやいや、先ほどおっしゃってたもん。いやいやいや、そのまんまそのまんま言いましたけど、もう本当その通りです、はい。さあ、はい、横田の7番アイアンはちょっと短かったです。そうですね、はい、フランク伸びろ。わギャグが要みたいになってきちゃった順目登り
ちょっと左行くのかな、行かないか。わあ、言う通り。本当だ。行かない。言う通り。そんなフック系に見えなかったんだよな。やっぱそのこうアイアンってまあ結構最新のもの使ってない人も多いですけど、うん、でもまあまあかなり古い方に入ってくるじゃないですか。だからもうさっき言った本当理想と現実じゃないんですけど、うん、で私なんかやっぱドライバーは飛ばしたいもちろん、うん、でもイメージ通りの高さで飛ばしたいっていうのがあるのと、うん、やっぱアイアンなんかって私は皆さんに言うのは狙った距離で止められるかっていう競技じゃないですかアイアンって、うんうん、だから最新が最高とは限らない、うん、出た横さん好きな言葉、うんね、最新が最良じゃない、うんうん、そうですね、うん、だからメーカーっていうのは常に売らなきゃいけないから新しいモデルを出していかなきゃいけないっていうのはしょうがないことじゃないですか、はいはい、でもやっぱりユーザーはそれを選ぶ権利があるわけだから、うん、だから本当に自分に合ってるものっていうのをやっぱり使いたいですよね、うんうんうん、そうなんですよね。だからシニアに来るとそう、はい、みんなそこをちゃんといい塩梅の全部選んでるから、うんうん、なんかこうどうしても気をつけた方が、気をつけた方がいいですよ、はい、なんかどうしてもこう今使ってるものよりも例えば古いモデルが次の自分のアイアンとしてこう選択肢に入ってくるか入ってこないかって言ったらなかなかそこを視野に入れるのって難しいじゃないですか。まあそうですよね、はい、うん、でもそこをあえてあの古いモデルにも目を向けるのは大事、うん、自分に何が足りないかっていうところですか。そうですね、まあ、あとやっぱり古いモデルをこう、うん、結構取っとくんであんま売ったりしないんで買ったものも、うんうん、そうするとやっぱりその当時のこうなんていうの感性みたいな、まあ、横田君がすごい感性あるのと同じように、うん、私なんかでも昔のを使うとその当時の感性が蘇る、うん、でそうするとその当時のクラブを使いたくなるっていう、なるほど、なんか、うんうんうん、まあ、そこまで戻っちゃダメなんだろうけど、うん、だけどもうみんなシニア出てる人本当名機をみんな使ってるよね、うん、パターだったらナンバーファイブだったりとか、うん、そのいろんなところでその昔の名機、うん、こんにちはユーティリティだとかも特にやっぱりさっき草壁さんおっしゃいましたけど、はい、やっぱりドライバー以外は縦の距離も合わせなきゃいけないし、うん、だからそういうところで今本当中古古いモデルを漁るっていうのはすごい大事ですね。いい時代になったよねなんかね、はい、これだけ選べるんだもんね、うん、はい、それも安価で、はいはい、さあ、はい、じゃあシレット13番のパー5ティーショットを打ってエンディングにしましょうか。はい、そうですね、はい、アゲンスト、いやうん、ナイスボール、はい、ありがとうございます。うん、右キック、ああ、いってる、いってる、理想的、いってます、いってます。あ、フェアウェイが本当綺麗、芝がやっぱり温暖だから綺麗、うんうん、ね、もう11月の末ですけど、そう、自力で緑ですよね。そう、自力でね、東京、今日12度自力でこっち21度、やばい。ねえ、あー、ちょっと捕まりすぎちゃった。いい球ですけどね、うん、ちょい左、熱い当たり、はい、やっぱり、うん、草壁さん、熱い当たりって大事ですよね。ねえ、ということで今日は草壁さんからちょっとね、はい、アイアン面白い組み合わせだったんで、はいはい、こうどういったこだわりがあるのかっていうところを聞かせていただきました、はい、だからもう狙いたい球が打てれば別に7番アイアンこれだけど6番アイアンはこれでいいっていう種類が違ってもいいってことですよね。でなんかこうせっかくこうコンポだとなんかめちゃめちゃアスリート向けのアイアンからめちゃめちゃ飛び系のアイアンにこうガラッて変えたくなっちゃうけど、このわずかなギャップを埋めるコンボっていうのもまた新しいですよね。そうね、はい、僕もちょっと今考えてる i210 の下、うん、i500 シリーズ的なものに変えるか、アイブレードですね、アイブレードか、はい、うん、はい、ねえ、やっぱり自分がこう打ちたい球
やっぱ 7番から上がですよね、うん、ロフトがこう30度切ってくるところからやっぱり難しくなってくるんで、うん、こういった考え方ものすごく参考に なるかと思います。はい、はい、ということで、はい、草壁さんの家に行ったら、はい、いいクラブがいっぱいあります。見たいね、はい、それちょっと今度お宅訪問、はいはい、いやいやいや、ね、売らないって言ったんで、ね、そうね、 いろんな契約時代のクラブとかも、はい、思い出のあるクラブとかもね、見たいね、ありますよね、はい、ちなみに ここで優勝された時は何使ってらっしゃったんですか。その時はダイワと契約してたんで。ああ、そうだそうだそうだ、ダイワだ、ダイワだ、ダイワの、はい、シャフトも全部ダイワで、はい、ダイワ、やっぱ釣りのメーカーなんでシャフトがやっぱり良かったですね、すごく思い出す、ジェイズ系のウェッジでね、うん、そうです、はい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 、ね、ちょっとそういうのも今度見に行きましょう、見に行きたいね、はい、はい、ということで今日は草壁さんからアイアンのこだわりを聞かせていただきました、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。そしてありがとうございました。ゴルフティーもぜひ、はい、よろしくお願いします。していただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。